ベッツィーロストは初めて正常期を作成し、旗中の6両星をより制作しやすいご防災に変えたことで知られるアメリカ合衆国の女性。しかしながら、この話が真実であるという証拠は、文書の形で残されていない。ジョージ・ワシントンに、正常期を示すベッツィーロス・ペンシルベニア州、フィラデルフィアにて、父・サミュエル・グリス・コムと、母、レベッカ・ジェームズ・グリス・コムとの間に、 17人兄弟の八女として生まれる。質素なみなりとクエーカーの厳格な規律が支配する家庭に育つ。大ーのサラエリザベス・アングリスコムから裁縫を習う。祖,祖父でクエーカー教徒の大工であるアンドルー・グリスコムは1680年にイングランドより移住。クエーカー系学校にて学業を終えると、父によりウィリアム・ウェブスターなる室内装飾品製造業者の元へ、 デッチ暴行に出されることとなる。修行中に同じく見習い校のジョン・ロスと恋に落ち、21歳を迎えた1773年駆け落ちにより結婚。結婚は家族の分裂をもたらし、クエーカー協会からも除名を余儀なくされる。そのため、すぐに室内装食品製造業を起こすと、ロスの家族やジョージ・ワシントンが属する聖公会に参加。 二人の間に子はいなかった。二人が結婚していた二年間にアメリカ独立戦争が勃発。ジョン・ロスは地元の民兵の一員として軍需品の護衛に当たるが、一説によると火薬の爆発により死亡。しかしこの説には疑義が指摘されている。当時24歳のベッツィは軍服の修繕やテント、毛布の作成に携わり、1779年には、 大陸軍側で、マスケット銃の砲弾に、紙製の弾薬刀を詰める作業を行うなど、15の守りに勤しんだ。1777年6月15日には2番目の、夫として、スイフのジョセフ・アシュバーンと結婚。1780年アシュバーンの乗った船が、イギリスのフリーゲート艦に打破され、反逆罪の過度で、イングランドの監獄に収監を余儀なくされる。 この間娘のエリザが生まれる。1783年5月、アシュバーンと監獄で知り合ったジョン・クレイプールと結婚、全部の死を知らされることとなる。二人の間には5人の娘を設け、次女が生まれると転居。クレイプールは20年間体調不良に悩まされた後、1817年に他界する。しかしその後も10年以上にわたり室内装飾品。 製造業を続けた。退職にあたり、娘のスザンナと共に今日移す。当時目が不自由だったロスは、晩年の3年間をフィラデルフィアにて、娘のジェーンと暮らし、1836年1月30日84歳で死去。フィラデルフィアでは最も観光客が訪れる場所の一つに数えられるが、かつて住んでいたというベッツィーロスの家については、議論が絶えない。 当初はフィラデルフィアの自由クエーカー墓地に埋葬されていたものの、2年後、墓嵐にあったため、同市内の墓地に再埋葬されることとなる。アメリカ合衆国独立200周年記念行事の準備に際して、市側が1975年、ベッツイーロスの家の中庭に遺体を移すも、作業員は墓石の下に遺体を見つけられなかったという。そのため、 家族が住んでいたという土地で見つかった骨をロスのものであるということにして現在地に埋葬。ベッツィ・ロス生誕200周年記念切手、アメリカ合衆国郵便公社は1952年1月1日、ロス生誕200周年を記念して切手を発行。ジョージ・ワシントンやロバート・モリス、ジョージ・ロスに新しい旗を見せる様子を描いたものであった。衣装は、 チャールズ・ウェイチ・ワイスバーガーが担当。国立アメリカ史博物館が行った調査によると、ベッツ・ィーロスが、ジョージ・ワシントン帝徳のために、星条機を初めて作ったという話は、独立100周年にあたる1876年頃国民の間に広まったという。1870年には、孫のウィリアム・ j キャンビーが、ペンシルベニア歴史協会に、自分の祖母がアメリカ合衆国の、 国旗を初めて作ったとする手紙を送っている。それによるとキャンビーは、ロスの死から20年が経過した1857年に、おばのクラリス・サシドニー・ウィルソンからこの情報を聞き入れたと主張。議会で国旗法が可決される2年前の1776年春、ワシントンがフィラデルフィアへ遠征していた際に国旗を見せたとしている。スミソニアン博物館の専門家は2008年、 著書、星が輝く旗、アメリカの象徴の形成の中で、キャンビーの話は独立戦争や、英雄譚を熱望する国民に訴えたものに、過ぎないと指摘。ベッツィー・ロスは少女たちにとっての愛国的な模範なり、アメリカ史に貢献した女性の象徴にまで、祭り上げられたというのである。歴史学者のローレル・サッチャー・ウルリッヒは2007年に、発表した論文、いかにして、ベッツィー・ロスは、 有名となったか、交渉、ナショナリズム、歴史の鉄造の中でこの逸話を検証。また、ロスの電気作家であるマリア・ミラーも2010年、ベッツィー・ロスとアメリカの形成の中で、たとえ、キャンビーの発言を受け入れるにしても、ベッツィー・ロスは、フィラデルフィアの複数の旗製作者の一人に過ぎず、唯一の貢献としては六両性を五母星に変えたくらいであろうと指摘している。ありがとうございます。